なんか内覧会じゃないけど見ていただきたい。あの結構見に行きはると思いますよ。いやそう、来ていただきたい、中とか見ていただきたいですしね、うん、いやさっきもねお昼に来られてました。いや来てると思います、うん、だってもうインスタすぐに先生載せていただいてるんでね、はい、ぜひともこの中のね、でバス通やんだから、あのわざわざ来ました。あ、和歌山から、いやわざわざ、さっきの女性の、そうです、そうなんですか、知らんかった。いや声かけたらそういう話になって、いやそれは じっくり見てくださいって、お話ししたいや結構皆さん写真とかで、谷口先生撮っていただいたって昨日も聞いてますの、いや実際に書いておられるところを見れるなんてって言っておられたから、かなり興味がある。大原さん、象さんが、象さん書いてくださってるんです、シャボン玉。これは太陽さんと谷口先生のコラボで使うんです。ここうわ、ほんまや、うわ、かわいい、そうなんです、めっちゃかわいい、そうなんです、コラボして、これ福本さんの穴開けですよね、このほうがかわいい、ちょうど水玉やから、いや、かわいい、あ、そういうことでボットなんですか。いや、そう、いや元からも像は全部あれなんです、ちょうど開いてますね、よかった。あ、これパパママっていう感じで、あっちに子供が乗ってるよっていう感じで、ちょっとストーリーを作ってきます、ね、子供の中で多分ストーリーができるでしょうね、みんないろんなストーリーが、かわいい、かわいすぎる、かわいい、かわいすぎる、いや向こうの、あの幼児の子たちがもうこっちにもう一回来たい来たいって昨日来たこと、ほら書いてくれてるの、シャボン玉と飛ばしてる、ゾウさんでこっち来て、あもう今日来てくれてね、はい、先生ね、今日は見させていただきました、もうでもほら完成しましたよ、すごいやったけど、ほらすごい、お猿さん書いてるってこれ、あそうなんです、ちょっと気をつけてそこをほら行って、もう夢の国、はい、夢の世界へ、どうぞ。また外と中がね、全然違うから。そう、全然違うから。サンタさんいてんの見た？見ました。あ、もう見てるんだ。ちょっとサンタさんいてんね。もうそうだばっかりやって。あら、こんにちは。こんにちは。サンタさん、サンタさん。ちょっと外から。あの、でも可愛い先生、トリセツさっきあれ違う。あら、こっち。トリセツ終わっちゃう。こっちはずっと。ゆっくり見に来て、ゆっくり見に来て、そうそうそう、その分かる人が気持ち、すごくない？もう本当に。すごいよね。やめろ、ね、バランスと同じすごい感覚するやん。もうなんすごさが分かるよね。どうやって書いたんですか？いや、本当。本当すごい。大丈夫。
例えば地方紙みたいなので雨傘とかあるじゃないですか、うん、